皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、この季節ホタルをですねちょっと撮影してきましたので、よかったらですね撮り方なんかですね参考にしてみていただけたらと思います。5年ぐらい前に一度、ホタルをですね撮影しに行ったことがあるんですけども、初めて挑戦してみたんですけども、なかなかうまく撮れなくてですね、今回5年ぶりのリベンジという形でホタルをですね撮影しに行ってきました。なかなか難しいですよね、ホタルで、どういったところをちょっと気をつけて撮影したら方がいいのかとかですね、そういったところをちょっとお話ししていきたいと思ってますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、ではホタルをですねちょっと撮影してきたんですけど、なかなか難しかったです。というのが、ホタルを撮影する前って、ちょっと薄暗い、明るさが残ってる時にちょっとセッティングをして、でそこの間に AF とかですねセッティングを決めて、撮影にですね臨んでいくんですけども、 AF をですね明るいうちにですねピントを合わせるところを決めて、そこで MF で固定してピントが動かないようにして撮影するんですけども、ただですね、自分が向けてる方角、ここいいだろうなって思った方角っていうのにあんまりホタルが飛んでなくて、逆にこっち側を撮ってたね、こっち側にめちゃくちゃホタルがいたなっていうです、場面だったので、ポジションをですね変更したんですけども、もう真っ暗なのでなかなかピント合わせが大変だったなっていうふうに思ってます。なのでちょっと薄暗い、ちょっと明るさが残ってる時に、ピント合わせをしておいて、そこで MF でですね、固定させておいて、動かないようにピントが動かないようにして撮影していただいた方がいいかなというふうに思います。で設定値なんですけども、シャッタースピードはだいたい8秒ぐらいを目安に撮影しております。そこから10秒とか15秒とかですね、明るさに合わせて変更していった感じになりますね。で F 値に関してはもう開放の F1.8 を使ってたところですね、 F2 も使ったかな、 F2 とか F1.8 のあたりを使って撮影をしております。で ISO はそこのですね F 値とシャッタースピードが決まったら、あとはですね明るさ調節で、ISO を上げていくっていう形になります。500とか明るさに合わせて上げていってます。500とか800とか1600とか3200まで最終的に上げたかなというふうに思いますので、その辺の幅をですね、明るさ調節で使って撮影しました。なので結構ですね難しいというか、暗いところに弱いカメラを使っている場合はなかなかちょっとノイズが目立つかなっていうふうに思います。で撮影するときにライトとか一切使えないんですよね。ホタルって強い光に弱いらしくて、それによって死んじゃうこともあるみたいでですね、なのでライトとかですね、例えば手元を照らすライトとかカメラのですねモニターの明かりとかっていうのはですね遮断してですね使うので、なかなかその辺がですね設定が見にくかった、見づらかった、設定を変えるのが結構大変だったかなっていうふうに思ってます。なので撮影するときに2台もしくは3台あると良かったかなっていうふうに思います。こっちの構図もしくはこっちの構図っていう風に2台かもしくは3台ですね、3台構図を決めて、そこでピントを固定して暗くなるのを待つのが一番良かったかなっていう風に思ってますね。そうすればこっちがダメでもこっちでですね、撮れるっていうところがありますので、なかなかですねカメラを3台っていうのは難しいかとは思うんですけども、そうすると結構撮影が楽かなっていう風に思いました。でこの日満月だったので、満月の光でピント合わせがしやすいかなっていう風に思ったんですけども、ちょっと雲が出ててですね、それによって隠れてたので、かなり真っ暗な状態で撮影してたっていう感じになります。で私が行った撮影場所、ホタルのところなんですけども、結構こうホタルがですねブワーッと飛んでるんですよ。で公園のですね河川敷になってるので見物客がですね結構多いんですよ。でそことは別にですね反対側の方にですね神社があって、その神社の裏の方に行けばですね誰もいなくてですね、そこでゆっくり撮影できるのでそこで撮ってたんですけども、神社の裏でしかも真っ暗で超怖いですよ。めちゃくちゃ怖くてビクビクしながら撮影してたんですけども、なんとか撮れたなっていうふうに思います。他にもですね撮影に来てた方いらっしゃったんですけども、ちょうど私が撮ってるアングルのところにですね前にドンと入ってきたんでですね、その人がですね写ってる写真とかも結構あってですね、なんで俺の前に来るんだよって思ったんですけどね、そこからまた構造を変えてピント合わせをし直してって結構大変だったんですけども、そういった状態で撮影しております。で撮影するときに、その光が使えないので、ちょっと黒のですね羽織を持っていって、こうモニターを見るときはこの
黒のですね、羽織でこう覆って自分だけが明かりでこう見れるようにとかですね、して使ってみたりとかですね、そういったところで撮影をしておりましたね。なんか赤い光だと大丈夫みたいなことも言ってたんですけども、まあ、なるべくなら使わない方がいいのかなってところで、まあ、光をかなりですね、遮断して撮影しておりました。まあ、見物のですね、人たちが結構ライトとか使ってて、もう本当やめてくれよと思ったんですけどね、まあ、そういった状況の中撮影しておりましたので、まあ、その撮影状況の中でこういったですね、ホタルの写真撮ってますよみたいなですね、動画もちょっと撮ってますので、よかったらその辺も参考にしてみていただけたらと思います。皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、ちょっとホタルを撮影に来ておりまして、まあ、今ちょっと7時半もう8時近くになるんですけど、全然暗くならない状態で、まあ、待ってるっていうところですね。ホタルが飛び始めるの、あ、ちょっとでも飛び始めてますよね。見えるかな。まだちょっとですね、明るいんでちょっとわかんないかな。微妙にホタル飛んでるんですけどね、奥の方。暗くならないとちょっとわかりにくいですね。完全に暗くなる前に、まあ、AF をまあ、ちょっと合わせて、そこでマニュアルフォーカスに切り替えて、まあ、ピントを固定させたまま、まあ、撮影する形になります。でシャッタースピードは8秒ぐらいで、F値ももう明るくして一番開放で撮っていく感じですね。 F1.8 に今しております。で ISO 感度も、まあ、あとは明るさに合わせて撮っていくっていう形になりますね。で真っ暗の中光ってるホタルを撮って、まあ、それをちょっと合成するというか比較明合成みたいな感じで今撮影していきたいと思ってます。よかったら参考にしてみていただけたらと思います。ちょっと飛んでますよね。わかるかな。微妙に光ってる。こういう時に撮影するマナーとして光は使わないようにしてください。で今ですね、こういう黒い服着てきてるんですけども、これでモニターを覆ってちょっと明るさを、まあ、この周りが明るくならないように調節したりとか、まあ、ライトなんかつけたらですね、まあ、ホタルが飛んじゃう可能性もあるので、まあ、つけないようにして撮影するっていうところが大事になっております。はい、まあ、もちろんですね、あの補助光なんかも、まあ、カメラの補助光なんかもつけないように、まあ、光を一切使わないようにするっていうのが大事ですね。あとは他の人の迷惑にならないように、まあ、撮影してみていただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こういう風な形で写真を撮ってます。結構真っ暗ですよね。真っ暗なので、まあ、足元とか気をつけてですね、歩いていただいた方がいいですし、まあ、森の中とかこう河川敷とかでですね、撮影するので、まあ、虫とかですね、まあ、足場が悪かったり転んだりとかするので、その辺も気をつけながら撮影してみていただけたらと思います。もう三脚は必須なので、三脚を使わないともう本当に何を撮ったかわからないぐらいになるので、ぜひですね、三脚は使って撮影してみていただけたらと思います。で、まあ、レディーズがあるといいんですけども、レリーズがない方はですね、あのタイマーとかで撮影してみていただけたらと思っております。で最終的に、まあ、同じ構図でババババッとですね、何枚か撮ったものをですね、比較明合成というものを使ってホタルがですね、たくさん写ってるようにですね、合成しております。でこれ合成した方がいいのかどうかって、まあ賛否両論あるかと思うんですけど、私はですね、こう自分が見たまんまの状態に近いぐらいの合成なら全然 OK だと思ってるんですよね。なんかこう自分がこう見てる、こうめちゃくちゃこうホタルがキラ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 ですね、いっぱい光ってるんですけども、それを撮影しようと思うとやっぱりタイミングが合わないのかですね、まあ、自分が見ているものの半分か3分の1ぐらいしか写ってないような感じになってきますし、まあ、その辺がですね結構難しいので、比較明合成を使った方が自分の見ている感覚に近い状態に、まあ、その写真を仕上げることができるかなというふうに思っております。なので今回比較明合成を使って、まあ、ホタルの写真を仕上げたっていう形になってますので、まあ、この辺はですね、やるやらないが個人のですね、自由なので、まあ、そういったものをですね、まあ、使って撮影してみてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ホタルの写真を
ぜひですね、この季節だからしか撮れない写真なので、まあ、チャレンジしてみていただけたらいいかなというふうに思います。何日か前にですね、そこの渓流のところにですね、行った時に、まあ、1、2匹ぐらい飛んでて、スマホでパッと撮ってみたんですよ。その時カメラ持ってなくて、スマホでパッとですね、撮ってみたんですけど、撮ってって言われたんですね、撮ってみたんですけども、まあ、やっぱりこう、光の点がポンとあるだけで、何を撮ってるのか全然わからない。こういった、まあ、ホタルの写真を綺麗に撮れるっていうのは、やっぱりこの一眼カメラのすごくいいところかなというふうに思うので、まあ、ぜひですね、チャレンジしてみていただけたらなというふうに思ってます。まあ、今回ですね、まあ、撮り方としては一部の撮り方になってますので、他にもいろんな撮り方ありますので、いろんなですね、まあ、人の意見なんかも参考にして撮ってみていただけたらいいなというふうに思ってます。今回はですね、成功か失敗かというと、もうちょっとしっかり撮りたかったなというふうに思いますね。まあ、望遠で撮った方が良かったのか、今回広角 35mm で撮ったんですけども、広角だとですね、ホタルの光っていうのがすごくちっちゃい点になってて、なかなかそのホタルが綺麗に写ってるかどうかって分かりづらかったんですよね。望遠だともうちょっとうまく撮れるのかなっていうふうに思ったんですけども、どうしてもですね、こう川があってこっち側から向こう側のホタルを撮ってるので、望遠だとですねすごく狭く感じるというか、あんまりこうバーッと広がっているホタルっていうのを撮れないので、今回広角を使ったんですけども、例えば河川敷こうあってこっち側からこっちを向けて撮影するなら望遠の方がすごくいいかなというふうに思ったんですよね。でもここがなかなかですね、その状況によって川をですね、こう川沿いで撮れるっていうのはなかなか難しくて、川のですね、まあ、両側からどっちからかしか撮れないなっていうふうに思いながらですね、なかなか難しいなっていうふうに感じながらですね、撮影してましたけども、ぜひですね、そういったところも試行錯誤しながらですね、まあ、チャレンジしてみていただけたらと思っております。はい、ではですね、早速比較明合成のやり方についてやっていきたいと思っております。まずはですね、メインとなる写真っていうのをこの Photoshop の方に読み込んでください。で、Photoshop 以外でも同じようにこうレイヤーを重ねてですね、ここで比較明合成みたいな、比較明合成みたいなですね、まあ、編集ができるものだったら他のソフトでもできますので、そういったところのソフトも使ってみていただけたらと思います。今回は Photoshop、まあ、一般的なソフトを使ってお話をしていきたいと思っております。メインのですね、まあ、写真をここに一つ読み込んでおります。他にですね、まあ、これに重ねる写真っていうのを、まあ、同じ構図で背景は動いてないけども、動いたこういったホタルの光だけを取り込んでいくっていう作業をしていきます。で、他にですね、撮ってる写真っていうのが全部で5枚ですね、撮影してますので4枚読み込んでいきたいと思ってます。はい、ではこういう風にですね、4枚読み込んでいきます。まあ、ホタルで背景が全く同じで、まあ、この光の部分だけ違ってくる写真ですね。で、1枚の写真っていうのはこういう風な感じで、まあ、これだけのホタルが飛んでますよ。でも実際に私が見てる目ではもっと飛んでるんですよね、全然。もうはるかにこの3倍4倍ぐらいのこの写真よりもですね、もうはるかに多いんですよ。なのでそれをですね、まあ、自分が実際に見てた目にですね、近い状態にちょっと仕上げていくために、まあ、この写真をまあどうしていくのかってところなんですけども、一番下のレイヤーってなってるところがメインとなるものになってます。で、この4つですね、でこれを比較メインにするとですね、まあ、こういう風にホタルの光がバーッと増えます。はい、なのでこれで完成になってます。まあ、すごく簡単だと思います。この一つ一つがここですね、比較メインになってると思います。比較メインにすることでこういう写真になっていきます。これを一つ消していくとこういう風にちょっとずつ減っていきます。比較メインを増やしていくとこの明るい部分だけですね、追加されていくっていうところで、まあ、これがだいたい目に見ている状態に近いぐらいのまあ、光の量なので、まあ、多かったらちょっと減らせばいいかなっていうところですね。まあ、自分が目で見たのはこれぐらいの量だったなってところで、調節していっていただけたらと思います。まあ、自分が見たのはこれぐらいの量だったので、これで5枚重ねて比較明合成で、こちらの写真がまあ自分の目で状態に見た状態にすごく近い写真だったなってところで、まあ、使っていただけたらいいかと思います。まあ、この最初の状態でも全然いいと思いますけどね。でもこれだとちょっと黄色い点がトトトトンとあるぐらいかなっていうふうに思うかと思うので、まあ、もうちょっと自分で見たのはもうちょっと迫力すごかったなっていう場合は結構あると思います。そういった時はこういうふうにちょっと足してあげるっていうところでやっていただけたらいいかなっていうふうに思います。よかったらこの辺も試してみてください。はい、というわけで今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.